4月22日は、グレゴリオ歴で年始から112日目にあたり、年末までは、あと253日ある。ペドロ・アルバレス・カブラルの戦団、ブラジルに到達。画像は、カブラルの小ネ日本の、新首相官邸会館レコンキスタを完成させた、カスティーリャ城、イサベル一世誕生ドイツ関連論の祖、哲学者、イマヌエル・カント誕生。革命家、ウラジー・ミルレーニン。 広島、長崎に投下された原子爆弾の開発を主導した物理学者、ロバート・オッペンハイマー神経学者、リータ・レイビ・モンタル・チーニ、ジャズ・ベーシスト、チャールズ・ミンバス。代表作、直立エンジン建築賞、スターリング賞に名を残す建築家、ジェームズ・スターリング。画像は、ケンブリッジ大学歴史学部ビル汎用紙を発見した物理学者。 エミリオセグレボツアメリカが死国第36.37代大統領リチャードニクソンボツウォーターゲート事件での辞任であったため国葬は行われず1970年のアースウィークのロゴありがとうございます